左からヘイレン、ミラ、ダニエル、ルーベン・レディトロンはイギリスリバプール出身のエレクトロポップグループ。1999年結成。無機質なエレクトロポップのサウンドにニューウェーブやシューゲーザーの要素を掛け合わせたサウンドを鳴らすことで知られる。レディトロン自身は自分たちのサウンドをエレクトロニックポップと表現している。歌詞は英語とブルガリア人ボーカリストであるミラ・アロヨの書く。 ブルガリア語で綴られる。 バンド名は、ロキシーミュージックのデビューアルバム、ロキシーミュージックの収録曲名から取られた。ロキシーミュージックのメンバーだったブライアン・イーノは、レディトロンは英国ポップミュージックのベストであると称賛している。外部ミュージシャンとのコラボレーション活動も旺盛で、デイブ・ガーン、ゴールド・フラップ、プラシーボ、ギャング・オブ・フォー、ブロック・パーティー、ナイン、インチ・ネイルズといった、 多数のアーティストの楽曲リミックスも行っている。2004年頃になるまで、バンドは映画、アンドロメダからインスパイアされたお揃いの制服を着て、パフォーマンスを行っていた。90年代、リバプールで活動していた音楽プロデューサー兼 DJ のダニエル・ハントとインダストリアルデザインを学ぶ学生だったルーベン・ウーが出会い、レディトロンが結成された。1999年7月、 ゲストボーカルを迎えて録音されたシングル HE、t ゥッ k h e a r t a m o v でデビュー。同年夏に二人は、当時学生だったグラスゴー出身のヘレマーニーと共通の知人から、ブルガリア人学生だったミラーロヨに出会い、現在のバンド編成が完成する。12月に、日本限定、エップミス・ブラックハーフレンズ、翌年6月にコマドウロック、 10月にムトロン EP をリリースするなど、精力的に活動。ロンドンにて2001年2月にデビューアルバム、604? をリリース。アメリカやヨーロッパ各国でも順々に発売され、評論家からの気並み高い評価を獲得。また、同年10月にリリースされた、ヒューマンリーグのカバーアルバム、ディープリダクションズ、ソングズ・オブ・ザ・ヒューマンリーグに参加し、オープン・ユア・ハート・オカバー。 2001年から翌年にかけて、リバプールとロサンゼルスで新作レコーディングを行い、2002年9月に、セカンドアルバム、ライトマジックをリリース。以前よりもダークかつヘビな音楽性にシフトし、注目を集める。アルバムリリース後のツアーに1年以上を費やすなど、徐々に、バンドは、知名度を高めていく。2003年10月にコンピレーションアルバム、ソフトコルジュークボックスをリリース。 フィラデルフィアにて、前作のアルバムツアー直後、早速メンバーは新作制作の計画に取りかかる。2004年4月にはレコーディングが始まる予定だったが、所属レーベルとの契約問題により延期され、グループは改めて、アイランドレコードと契約。翌2005年10月にサードアルバム、ウィッチングアワーを発表。シューゲーザーやドリームポップからの影響を全面に押し出し、 新たな音響表現を示した本作は絶賛を浴びた。そして本作収録のデストロイ・エブリシング・ユ t h i u は映画やテレビゲームのテーマソングに使用されバンドで最も有名な曲の一つとなるなどバンドの評価を確固たるものにしていく。バンドは翌2年間をまる世界ツアーに費やしヨーロッパ各国や南北アメリカ大陸で精力的にライブをこなしていく。 2007年にはヨーロッパで行われた9インチネイルズのライブのオープニングアクトにトレント・レズナーからの申し込みで抜擢された。2008年6月に4枚目のアルバムベロチフェロが発表された。インダストリアルからの影響が見られるヘビで攻撃的なサウンドがフィーチャーされた。また TV ゲームザ・シムズさんのサウンドトラックにロックフォルズエスチャーリーズシーステップとアウト・オブ・ザ・カー。 ギャング・イトラ・ションスの3曲を書き上げた。翌年、北米から世界ツアーを開始。また、オーストラリアでは、ブライアン・イーノとシドニーのオペラハウスにて共演した。同年に、初のライブアルバム、ライブアット・ロンドン・アストリア16.07、08をリリース。2011年3月に、初のベストアルバム、ベスト・オブ・レイレー10をリリースした。 同年9月に5枚目のアルバムグラビティ・ザ・セデューサーを発表。同年9月から12月にかけて南北アメリカ大陸と東南アジアを巡る世界ツアーを観光した。ロンドンにてありがとうございます。